こんにちは、熊根スキー場パトロン隊長の武藤貴博です。今回はですね、昨日、大人の雪遊びというね、YouTube の動画をアップしたんですけど、その完成作品をご紹介したいと思います。まあ本日はですね、このために作ったといっても過言ではないんですけど、スキークロスの体験会がね本日行われてますので、そちらの、様子もね、お伝えしながらやっていけたらなと思います。それではね、今回コースの紹介を劇的ビフォーアフター的な感じでちょっとお送りしたいと思いますので、ご覧ください。てん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 、なんということでしょう。真っ平らだった第2の緩斜面コースに10個のウェーブが誕生いたしました。このコースはスキークロスコーチ中村勝さんと圧雪オペレーター兼パトロール隊長武藤による力作でございます。本日スキークロス体験会が行われ、将来のスキークロス界を担う子どもたちがこのコースを利用して練習に励むということでございます。それではまずスタート台、こちらのコースは春の熊雪特設コースということで、一般のお客様もお滑りにいただけます。それでは見ていきましょう。このスタート台をスタートして待ち構えるは10個連続する人工のウェーブでございます。武藤の頑張ったポイントはこのまっすぐ具合、いかにまっすぐ人工ウェーブを10個並べるか、それがとても私のお仕事のね肝でございました。そしてもう一つはこのウェーブの入り口をなるべくまろやかに、ここでピョーンと飛ばないようにするというのが私のもう2つ目のお仕事ポイントでございます。そして3つ目、人工ウェーブの高さ、このネトロンぐらいということで、まあある程度はできたんじゃないかなと思います。そして4つ目、15メートルの幅感覚、多少短くはなってしまったんですが、まあ許容範囲ということでいい感じかと思います。この大人が一生懸命作ったコースを子供たちが滑って練習をする、なんだか少年野球のコーチだったり少年サッカーのコーチだったり、まあいろんなスポーツであると思うんですけど、なんだかそんな感じを味わえた気がしております。そしていつの間にかビフォーアフター風ではなくなってしまったことを反省しております。しかもビフォーアフターはビフォーがあってアフターを見せるのが一般的なのですが、ビフォーを撮るのを忘れたという致命的なミス、今後の課題にしていきたいと思います。やっぱりウェーブの斜面っていうのは、まあコブでいう吸収の動作だったりとか、いろいろと普通の平らな斜面では味わえないところっていうのを練習できるかと思いますので、ぜひとも熊野湯に来て滑ってみてください。はい、ということでね、これからは、スキークロスの体験会をちょっと撮らせてもらって、どんなことをやってるのかね、
皆様にお伝えできればなと思います。では行ってみましょう。はい、ただいまですね、スタートにはスタートのバーが設置され、で途中のウェーブに、まあ、ゴールがセットされてますね。多分このスタート切ってから 1,2,3,4 のウェーブでどれだけスピードを出せるかみたいなことをやるのでしょうか。まあ僕もあの技術戦の方でしかスキーはやってないので、スキークロスの練習っていうのは未知数なので、とても自分自身ね楽しみでございます。どうやったらコブを乗り越えるときにスピードを加速させるのかとかね、普通の基礎スキーではあまりやらない部分なので興味深いです。さあもうすぐスタート。はい、今、体験会のね子たちがやっていったのはウェーブの手前でハの字でスピードを減速させて、ウェーブに入ってしっかりとした吸収動作を身につけるというものなんじゃないかと私は思っております。こういう形でね、しっかりとした吸収の動きっていうのを練習するんですね。確かになかなかウェーブこんなにね10個も並べてっていう練習ってなかなかできないと思うので、かなりね貴重な練習ができてるのではないかと思っております。引き続きねどんな練習をするか見ていきましょう。はい、今ですね午前中はとりあえず乗り越える練習をしてて、で午後また見に来たんですけど、今度はウェーブの中にポールを立ててゲートトレーニングですね。かなり午前中よりもレベルが上がっておりました、練習の。で、こんな感じでね途中に一つタイム計測があって、ゴールにももう一つタイム計測があって、まあこうすることによって誰がね早いかとかも一本一本分かるんで、また楽しみが増すのかなという感じでございます。
というまあこんな感じで、午前中はまっすぐの九州動作を見させてもらってね、午後はゲートを立てて大回りでね、そのゲートを通りながらやって、でたまに2人でこう滑ってちょっと競い合ったりとかね、で途中でのタイムとかでも、誰々が何秒だったとか誰々が何秒だったとかね、すごいこう、まあ、お互いをこう高め合いながらね、次は負けないぞみたいな感じでやってるのがね、とてもすごいお互いに高め合ってていいなっていう風に感じました。でこの、まあ、見てるとワンミスでね、もうやっぱりウェーブって1回乗り越えてこう下っての繰り返しになるので、1回ミスしてスピードが落ちちゃうと、そこでこう登っていく時のスピードが遅くなっちゃって、どうしてもやっぱもう自分でこう漕いでいかなきゃいけないっていうことになって、もうワンミスアウトみたいな、そんなシビアな競技なのかなっていう印象も受けました。でやっぱり上手な選手は見てるとウェーブでもこう飛ぶことなく張り付いてね、しっかりとした吸収動作っていうものを使ってやっているなっていう感じで、まあ本当に、まあ、僕も基礎っていうか技術戦というかで、たまにウェーブなんてあるんですけど、そういう時ってやっぱり乗り越えて谷回りでこう下る風に合わせるっていうのがまあ主流かなと思うんですけど、ゲートがあるとね、そうも言ってられないので、どういうね、ご指導をされて そうやってピタッと張り付いてこういうこぶ、ウェーブをね、乗り越えて滑ってるのかな、すごい、まあ、興味もあるのでね、ぜひねこういう、まあ、今回はスキークロスの体験会という、名目でやられてるんですけど、まあ、こういう会に参加するとね、そうやってビタッとこういうウェーブを滑ってこれる、ね、技術なんかも教えてもらえるんじゃないかなという思いますのでね、ぜひ、気になった方はね、このウェーブのコース、雪がねもうめちゃくちゃなくなっちゃったりしたら、まあ潰しちゃうかもしれないんですけど、ある程度は残しておきたいと思いますので、ぜひとも熊野に訪れた時にはまっすぐ行って吸収動作やってみたり、大回りで乗り越えてみたりね、で飛ばされちゃったりしたらなんでなのかなってすごい、まあ、考えてみたりすればまた面白いかなと思いますんでね、ぜひとも、熊野でこの人工ウェーブ10連発滑ってみてください。それでね、今回の動画これまでとして、今回の動画が、スキークロスね、ちょっとでも面白いなと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。ちょうど来た。